おはようみたん、おはようございます。ちょっとね、まだ声が裏返ってるんですけど、まあごめんなさい。皆さん、昨日ゆうみさんが N 公演、 N さんの公演で卒業発表されましたね。ちょっとね、もうあのね、やばいんですよ。ちょっともうほんまに言葉で表せれないですね。本当にほんまにちょっとね、やばい、ほんまにね、あのね、やばいしかさ言いようがないですよね。あ、バラあり、あ、カーネーションありがとうございます。ほんまにちょっと、ちょっとほんまにやばい。あのね、ちょっとほんまやばいんですよ。もうほんまにやばい。ちょっとやばいばっかり言って、ちょっとほんま申し訳ないんですけど、ちょっとほんまにやばい。危機的状況。ほんまにちょっとやばいわ。なんか通知で知ってびっくりしたよって。びっくりしましたか。やっぱり気になってきました。って感じなんですよ、ほんまに。まだアミは夢の中で寝てるんですかね。寝てるですかね。いや、でも寝てる可能性もあるんですよね。まだ夢の中で寝たかもしれんから、ちょっとやばい、ほんまに。推しの卒業発表メンタル来るよねって。いや、ほんまや、ちょっとって感じなんですよ。ほんまにちょっと頭抱えちゃいますね。劇場で見てたけどびっくりやった。やばかったですよね。ちょっと、ほんまにね、言葉でね表せられないんですよ。なんか聞いた時はやばい、寂しい、やばい、どうしようと思ったんですけど、いや、これ夢説あるでと思って、今は寂しいんですけど、寂しいっていうか、なんかもしかしたらパラレルワールドに来ちゃったかなって感じですね。ほんまに分からん。どこが本物の世界なのか分からへん。ほんでどうやって本物の世界に戻ればいいかも分かんないんですよ、ほんまに。ちょっとほんまにね、言葉が出てこないんですよ。ちょっとどうしよう、マジで。ほんまに、ってしか、申し訳ない、ちょっとしか出てこへん。窓開いてんのに叫んでたみたい。そうやね、昨日はずっと無理って叫んでたんですね。そしたらママに窓開いてるよって言われました。閉めに行かれましたね、窓。それどころじゃないのに。ちょっとほんまに、ちょっとアミタンピンチ。いや、ほんまやで。いや、でもだから、夢説もあるからね。そうですよね。誰から聞いたんで、いや、発表したっていうので、ですね。ちょっとそう、ちょっと可能性あるかもやって。可能性あるなら、まあちょっと夢パラレルワールド説ちょっと信じときます。最近メンバー卒業発表してるのが SNS の中継、めっちゃ早いですよね、そっちくんの。支配人になればいいのに。ほんまにな。でも、いや、わからん
わかるわかる。まだ、卒業してないから、卒業発表もしてないかもしれんから、ゆりさんはまだ寝てるのかって。ほんまにな、絶対そう。わかる、一回思考停止する。やんな、なんか寂しい、めっちゃ寂しいんですけど、が勝つんですよ。嘘やん、ちょっとわからんわ、ちょっと教えてください。皆さんは推しとか憧れの人が卒業したらどうしたんですか。どうやって生きてきたんですか。どうしたらいいんですか。とにかくほんまわからへん。師範がみにゃんからの連絡で、夢ですかって聞いて、一番面白くて可愛いって言ってたよって。ありがとうございます。じゃあやっぱ夢じゃないってことですか。ちょっと待って、ほんまにちょっとね、わからないですね。ちょっとほんまに、ゆうちゃん LINE してしましたよ、すぐしましたよ、ほんまにもう、すぐしました。でもちょっと待って、ほんまにわからないんですよ。わからん方がちょっとやばい。ほんま昨日聞いた後すぐに涙心配なんだって。ありがとうございます、ありがとう、心配してくれて。実感がないな。そうなんですよ、なんかね、めっちゃ、ほんま昨日聞いた瞬間は現実におった時から急に飛ばされたから、寂しいってなってたけど、現実逃避じゃないですよ、無理みたいな、もうええみたいな。けどなんか一日夢の中で寝たら、もしかして夢って感じですね。別の世界線あるかな。絶対ある。絶対そっちがほんまなんですよ。無理、現実とは思えないよねって。なこういう経験初めてですね、アミね。推しっていう推しはできたことなくて、まああるんですけど、やめる瞬間見たことなくてね。なんかアミが辞める推し押すのを辞める前に辞めたりしてなかったので、そうですね。ちょっとやばいな、ほんまちょっとね、いやーって感じだよね。みのみさん写メ会撮っててよかったって、いいな、行きたいわ。みもちょっとね、ほんまに、でも、なぎさんの時も、でもそうや、なぎささん、あみ、推しだったんで、推し、憧れだったんで、なぎささんが卒業発表した時も、ってなりました。って感じですよね、ほんま。ちょっと、ですよね、ほんま。壮大な時だったもし、いや、そう信じてるから、みは。ほんま信じてるから。ちょっと、ほんまにね、信じれないですね。卒業秋やからまだまだ時間いっぱいも、そうですよね。今更こうやって、でも今更こんなん言っても仕方ないですもんね。そうですよね。あと半年もないか。けど秋までなら、今5月やから6、7、8、9ぐらいまでは夏ですよね。4ヶ月以上はあるから、あると信じてるから、まあ4ヶ月の間にアミがね、ほんま引きちぎれて潰れるぐらい勇気してもらいます。じゃあ常に3人ぐらいの推しを作ってたから、悲しさは分させた、楽しさと辛すぎる。いや、なぎささんが卒業した時にもう、その時もうわやばいみたいな感じだったんですけど、まだね、ゆうみさんが追ってくれたからだったけど、ゆうみさんが卒業したら推しは誰にすればいいんですか。欲しいっていうかさ、ちょっとほんまにさ、どうしよう。ちょっとほんまに、
貧乏ゆすりが止まらないあんまり普段貧乏ゆすりしないんですけどねでも貧乏ゆすりってめっちゃ体にねいいらしいですよ。なんか血液が循環するとかなんとかでね、なんかいいらしいです。そうそう、新しいお忙しさが年日に飛びつきましたって、ありがとうございます。そう、卒業されるまでになんかゆみさんとやりたいですね。ユニットとか公演とか一緒に出れたらいいですね。もうでもずっと言ってんですよ、あみ。もうね3ヶ月とか前から言ってんです。2月、もう冬休み、それは嘘です、ごめんなさい、春休みの前にはもう言ってました。2月とか3月ぐらいか言ってたけど、まあ今無理ですねって感じですね。はい、悲しい。まあ頑張ります。ハミタの卒業アップすること考えると泣きそうになるよって。ハミでもまだまだやろうかありがとうございます、嬉しいです。ハミが卒業するまで皆さん押してくって押し押しててくださいね、応援しててください、ほんまに。星の未来を応援する、まあそうですね、それしかないですね。ちょっと、いやでも夢説あるから、なんか落ち込むっていうかね、なんかね、はぁって感じですね。まあ仕方ないですね、いつかは卒業しちゃうからみんなね昨日のショールームの感じだと半年くらいはあるみたいやって、信じときます、半年あるって、ほんまにね。ちょっとほんまにね、ごめんなさい、なんか朝からこんなショールームでごめんなさい、ほんまに。あのね、言葉が出てこないな、ほんまに。お誕生日の10月までいると思うよって、ほんまですか、うん、悲しいですね。アミはスマホのロック画面を全部ゆみさんとさゆきちゃんにしてんのに、ゆみさんおらんくなっちゃう。まああのねアミだからあのね、ゆみさんが卒業しちゃうときは今までと新しいのを全部こうやってコレクションにします。なんかさ、よく皆さんやってくれるじゃないですか、今回のお話し会で着た服はこんなんでしたとか言って7個ぐらい全部あの貼り付けてくれたりするじゃないですか。あんな感じで今までの写真貼り付けるためにいっぱい写真撮っときます、ほんまに。そうですね、作場にしてあげててね、さくらさん今日もそばに行きます、駆け寄る。でもすぐね、ゆみさんが世代公演のプロデューサーで本当によかったと思う。でもまあまずはちょっとあのね、ゆみさんに出会えたことに感謝ですね、ほんまに。だってさ、 NMB 入ってなかったらさ、ゆみさんに出会うことなんてないやん。アミさん推しになる直前が今のアミタの状態って、あ、レナタンさんでしたっけ。そうか、皆さんもでも経験してるもんな。ゆみさんとアミタで流れをやってほしいやってやりたいですね、ほんまに。何でも一回ちょっとユニットしたい。何のユニットするかな、するとしたら。はあ、ゆみさん世代交代前夜公演出演してほしいんだって、ほんまにな。アミがねあの時ねインフルやっけな、体調不良になっちゃって4日間伸びたやん、その伸びた意味ねごめんなさいあごめんなさい、
あのちょっと喉の調子がずっと悪くて、ほんで3月9日に初日を迎える予定だったんですけど、まあ迎えれなくって、その日にレイポンも休みで、アムも休みで、レイニャも休みだったんで、その日出る予定の子たちが、だからユミさんが出てくださったんですけど、だから初日メンバーはユミさんと出たことがあるんですけどね、アミはね出たことがないので、ほんまに出ないですね、ほんまに。僕は推しの卒業は頭の中でなかったことにしますね。なので誰も卒業してません、現実逃避やってまあそうですよね、ほんまにやばいよな。推しは焦る時に推しときなよって、それが一番ですね、ほんまにな。ちょっと頑張ります。左右左右も書いて、左右左右もなんですよ、闇の6画面何個かえ、もうね10枚ぐらい入れてて、あ嘘、それは7枚ぐらい入れてて、5枚がゆうみさんで、ね、2枚さゆきちゃんです、ワンショット、さゆきちゃんの、さゆきちゃんのワンショットです、雨映ってないからさゆきちゃんで遊びに行った時のさゆきちゃんですね。ほんまにな、見てまず卒業発表後のゆうちゃんと初めてお練習しないとやって、そうですね、まあそうですね、うー泣いちゃう、ほんまに悲しい、ちょっとねやばいな、ほんまに、はあ、ピョコの闇のショールーム見てたのって見てましたよ、そりゃもう通知ピコーンってきたので見てたで、ほんわー卒業しても大阪に言ってた、だからメンバーは遊びに行けるよ、だってそうかな、まあそうですね、あーミューシャンの握手会で並びに行くしかやって、アミの代わりにたくさん握手してきてくださいああ泣いちゃいますね、はあ、ユーミさんの卒業発表の時、まさきにアミさんのこと気になりましたって、ほんまですか、皆さん優しい、ほんまにありがとうございます。あのね、モバメとかね、あのアミタンランドルームスのコメントとかお返事がむっちゃ皆さん優しくって、ほんまにね、ほんまに嬉しい、ほんまに優しい、ほんまにもうね、ほんまに優しいですね、皆さんやっぱりありがとうございます。アミタンがお宅としてユミさんの霊に並ぶんで、あ、並びますよ、それはもちろん、もでもアミよりもたくさん行ってください、アミの分も、悲しいわ、次シングルが出ないと今回がラストの握手会がもねって、そうですね、そんなすぐに出るかわからんもんな。じゃあそろそろ今日の1位のまふみさんの絵を描きたいと思います。今日はね、14時からと18時から世代交代前夜公演があるので、皆さんよかったら見に来てくださいごめんなさい、うん、はあ、早いやつ、ごめんなさいね、またね昼公演とか夜公演の前に時間があれば配信しようと思うので、あ、こうか、これとこれです、はい、なのでよろしくお願いします。でもね、まあずっとこうやってねタラタラしてんじゃねえよって感じなので、まあ今日は気持ちを切り替えて、こうやゆうみさんのことをね思い出してあの公演出たいと思います。まあゆうみさんにプロデュースしてもらった公演なので、大事にね踊ってきますね、はいはい、
夜公演賛成するでありがとう。今来たばっかりごめんね。まだ後で公演前に会いましょう。夜公演 DMM でみんなお願いします。最善でお願いします。あ、10時行くよ。探します。いろいろ行くね。ありがとうありがとう。行きます。あ、高政様出ます。ごめんなさい。あのね、あのな、寒暖差がすごすぎて、あのね、なんかね、あの喉がやられてた時期があって、まあ治ってきたんですけどって感じですね。はい。昼は少し微妙だけど夜は行くだ。ありがとう。探します。皆さん見つけるのでね。はい。おるかな、まふみさん。守りたいこの笑顔。あ、誰や。黒豚さん、ありがとうございます。ありがとう頑張ってね。ありがとう。頑張りますね。ほんと一日大事にしないといけないよね。今日も大切にしようねって、はい、してます。ほんまに。あみ、おはよう。おはよう。おるかな、まふみさん。おらんかもしれへんな。おったら何かコメントください。はい、なってますよ。そうですね、やっぱり一日一日大切にしないといけないってね、思いましたね昨日ね。ほんま。でももう卒業しちゃうって分かったなら、まあ悲しいけど、まあ悔いがないようにバイバイさまできるようにね、たくさん思い出作ります。もしの卒業発表を得てオタクは強くなるんやでって。そうか、そうですね。じゃあ頑張りますはい。まふみさんアバター書いて言ってて、あ、嘘やん、ごめんなさい、見つけれんかった、ありがとう。じゃあアバター書きますね。アバター変わってるなと思っててね、いつもね転んでるパンダやん。だけどかわ、え、パンダの中にウサギ？オッケーです。ちょっと書きました。ドゥルルドゥーン。ドゥルルルン。なんかね、中がね、ウサギっていうかね、犬。犬になりましたね。どうですか？チャッチャカチャーン。撮ります。アイパンダ。ん？アイパンダ。ありがとうございます。ありがとう。あ、1位変わったって。黒豚さん、じゃどうぞ、何書きますかあー、食べてるように見えちゃう、確かにじゃあ黒豚さんどうぞ、何書きますか。何にしますか。はあ、ははははは。あ、黒？黒ってきたね。黒豚かな。あ、正解、黒豚ってきた。あれか、ショールームはなんていうの、バンバンか分からんけど、なんか星になっちゃうから、うん、黒豚って何ですか。酢豚ですか。酢豚のことですかね。何やろ黒豚って。あ、普通の動物の豚ですか。黒豚ってどっちやろ。どっちも書きますか。じゃごめんなさい、ちょっと何、黒豚って何か分からんかった。黒いのが書いてあるよ。黒い、あ、普通に黒い豚ってことですか。あ、ごめんなさい。じゃあ黒い豚さん書かせてもらいますね。
とお待ちくださいね。雨ちょっと基本あんまり色塗りとかはしないね。ホワイトボードで書く派なんですけど、ちょっとお名前を間違えてしまったので今日はちゃんと色を塗ります。ちょっと待ってください。これはね、失敗できるやつや。ちょっと失敗したらもったいないですね。あとは豚さん鼻ですね。可愛くない、どうしよう、ほんまに申し訳ない。名前も間違えてさ、めっちゃ可愛くないものができる。どうしよう、どうしよう、ごめんなさい、ほんまにほんまにごめんなさい。あ、クローズナブそれだ。あ、そういうことですか、そういうこと。待って、え、ちょっとほんまにどうしよう。え、怒らないですか皆さん。え、皆さんって黒豚さん怒らんですか。え、怒らへんで誓ってくださいね。いいですか、いきますよ。ダダン、こんな感じです。黒豚、どうですか。どうですかね。ちょっと失敗できない感じですけど、ごめんなさい黒豚さん。クマは違う、豚です。豚真っ黒なバンダイって。いいですかね。あ、ちょっともうちょっと、もしかしたら、あのね、ブダって分かりにくい。ブーブー、いい感じ。体も大丈夫で、あ、そうですね。ちょっと間違って申し訳ないので。え、豚って4本足やんな。はい。ちょっと濡れへん、ここは。ここ濡られへん、申し訳ない。もうごめんなさい。ごめんなさい。いい感じ。はい、あ、耳がクマっぽい。そうだな、三角やもん。三角できるかな。あ、豚っぽくなった。え、めっちゃ豚やんけど、どうしよう、豚豚、ほら、じゃあ写真撮ります。はい、ブーブー。ん？ん？ありがとうございます。ありがとう。耳で結構変わりました。ありがとうございます。それでは今から誕生日に行きます。13位コジーさん、ありがとうございます。12位ライゴロウさん、ありがとうございます。11位カヨちゃん、ありがとうございます。10位てっちゃん、ありがとうございます。9位全国めぐりさん、ありがとうございます。8位 FFF さん、ありがとうございます。7位日高浩二さん、ありがとうございます。6位ちょっとメガネさん、ありがとうございます。5位コスモライトさん、ありがとうございます。4位継続は力なりさん、ありがとうございます。3位サオちゃん、ありがとうございます。2位マフミさん、ありがとうございます。そして1位はドドドドドドドジョ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 ン、黒豚さんでした。ありがとうございました。じゃあ今日は気持ちを切り替えて、まあゆうみさんのことを思い出しながら頑張っていきたいと思います。それではまた公演前にできれば会いましょうね。ありがとうございました。せーの、黒豚さん、ありがとう。また明日も会いに来てください。
たねありがとうございました。バイ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 、ありがとうございました。うーん、ブズズズー